いらっしゃい。あんたの出会いの記録だよ。どんどん課金するんだよ。顔アイコンを変えられるよ。あんたの出会いの記録だよ。プロフィールを編集できるよ。どんどん課金するんだよ。毎度あり。頼むぜ。マッチしたぜ。よし、目指すはデートだ。よっしゃ、いい反応だ。そうだな。これだ。なんて改装か。よし。喜んでもらえたみたいだ。ですよ。なんとまあ。どうです？そうだな。これにしよう。なんて改装か。やったぜ。いいですね。どうしよう。そうだな。これにしよう。なんて改装か。
気が合いますね。ドキドキが止まらないです。よっしゃ、いい反応だ。なんて返そうか。これだ。そうだな、いいぞ。嬉しいです。喜んでもらえたみたいだ。ですよ。まずいだろうこれ。なんて返そうか。これだ。そうだな、やったぜ。よっしゃ、いい反応だ。どうです、ここはスタンプだ。喜んでもらえたみたいだ。ありがとう。よし、全力でアピールだ。そうだな、いいぞ。よし。いいぞ、やったぜ。よし、頼む。俺とデートに行きませんか。よっしゃ。どんな子か楽しみだな。Kasuga, it's really you. I'm so glad we could meet. Stare like that. It's embarrassing. On the app. It felt like we really connected, didn't it? So, I want you to get to know the real me.I think we're the perfect match.
eat. ここです、桐生さん。春日、ここで間違いないのか。もう間違いないっす。バッチリ覚えてますから。鍵開いてましたよ、桐生さん。おい、誰かいねえのか。時のまんまだ。桐生さん、そっちはどうでした？いや、手がかりらしいものはなかった。春日。何ですか？ここがお前のおふくろさん、あかねさんの住まいなのか？え？ええ。まだ本人には会えてないですけど。あかねさんというのはこの写真の人か。は年は取ってるけど、あかねさんだ。桐生さん、何ですかこの写真。なんで桐生さんがあかねさんの写真を。さっき話したよな。俺は今大道寺一派からある人物の発見と身柄の確保を命じられていると。それがこの人なんだ。はあ？大道寺一派が茜さんを追ってるってことですか？理由は分からんが、そういうことみてえだな。病。なんであいつが。面倒な奴が来たな。知ってるんですか？ハワイの裏じゃちょっとした有名人だ。へえ、先客か。いい車乗ってるじゃねえか。なっ。いいね。おい、
富澤。今度はいいとこ見せてくれよ。はい。来やがった。けど、おあいにくさま、こっちには桐生さんがいるんだ。桐生さん、俺いつでも行けますよ。分が悪いな。裏口から逃げるぞ。え？桐生さん？カスが乗れ。動くんじゃねえ。あ、お前、お前富澤だったか。病にやられたとこ大丈夫なのか。うるせえ。とにかく動くんじゃねえ。ここで挽回しねえと後がねえんだ。銃口がぶれてる。この距離ならまず当たらないだろう。合図を出したら乗り込め。すんません桐生さん、ちょっと勝手します。何を言ってる。え、春日。おい、来んじゃねえって。マジで撃つぞ。お前、ろくな治療を受けてねえだろ。病院行こうぜ。連れてってやるからよ。はあ？そんなんで油断するとでも。お前、あの山行ってのと杯交わしたのか。はあ？それがどうしたってんだよ。突っ返してやれ、そんなもん。親が黒って言えば白いもんも黒くなるのがヤクザの世界だけどよ、その分親はこの命預かるにふさわしくなきゃダメだ。お前はあいつに命預けようと思えてんのか。そんなことできりゃ苦労しねえよ。けど今さら歯向かって何になる。ぶっ殺されるだけだ。俺らが力になる。え？今なんて。俺らが力になるって言ったんだ。病からお前を守ってみせる。約束するぜ。なんでそんなこと。俺はあんたははめて今殺そうとしてんだぞ。精一杯強がってても実はしょんべんちびるくらいビビり倒して誰でもいいから助けてくれって内心泣き叫んでるような経験俺にもあってさ。今のあんたの気持ちよくわかるんだ。そんな俺を何の得にもならねえのに助けてくれた人がいて、今度は俺が助ける番だ、そう思ったんだよ。おお、富澤、お手柄じゃねえか。そいつらが先客って、またおめえか。よ、なんであんたがここに。そいつはこっちのセリフだな。ばあさんはいたか。
答える義務はねえな。じゃあ義務にしてやるよ、富澤。三つ数えたら撃て。そっちのお連れさんに聞くことにするからよ。ああ、お前。親父。いや、さすがにな。カウント開始だ。一。決めんのはお前だ。二。富澤。うん。人生は一度きりだ。もしもはない。どっちを選ぼうが地獄でも、自分で選んだ地獄なら、そう悪いもんじゃねえ。はい、さーん。富澤。クソ、クソ、やっちまった、やっちまった。大丈夫だ。背中を押した責任はきっちり取るぜ。ですよね。ああ、自分の発言には責任を持つ。それが大人ってもんだ。オーケーオーケー。お前ら一人は殺して残りは両手両足へしょっとけ。富澤殺すなよ。後で俺が直接けじめつけるからな。調子のポンチャーメン。かかって消えがった。しつけが足りなかったみたいだな。やるな。行くぜ。腰抜け野郎が。おわし。相手してやる。やんのか。やるのか。くて。やっ。うわ。くり。でや。さっさと来い。ガンガン行けねえ。こっち見ろよ。俺の番か。手数がいるな。調子に乗りすぎなんじゃねえか、富澤。今だ、乗れ。はい。
間違いねえ。本物だ。桐生だ。桐生一馬が生きてやがった。病はもともと東条会直系田畑組にいた男だ。田畑直系にありましたっけ、そんなとこ。お前が荒川組に入ったくらいに解体されてよそに吸収されていたからな。ああ、なら知らないわけだ。これは俺もこっちに来る前に大道寺一派から知らされたことだが、病は親分である田畑修司を殺して海外に飛んだらしい。親殺しですか。お前は本当に顔に出るな。別に俺に気使う必要はねえよ。あ、いや、すんません、逆に気使わせちまって話を戻すぞ。病が田畑を殺害したのはいわゆる地上のもつれってやつが原因らしい。地上？なんかちょっと意外っすね。あくまで警察の見解だ。病は田畑の姉さん田畑由衣という女性に惚れていたらしい。親分の奥さんにですか？ああ、事件当日病は田畑修司と由衣をめぐって口論が発展し殺害。その場にいた田畑由衣に暴行未遂を行った末逃走。田畑由衣が警察にそう証言していて物的証拠も揃っている。それで病は絶縁処分を受けてすぐ組は総出で病の始末にかかったが、奴はあっという間に姿をくらまし、その後消息不明となった。そしていつの間にかハワイに流れ着いて頭角を現し始めた。そうだったんですか。なあ富澤、その病がなんで茜さんの家に来たんだ。今から行く家にばあさんがいたら捕まえろ、いなけりゃ矢探しして手がかりを見つけろって、そういう命令だった。病も茜さんが目当てだったか。でもよ、なんで連中が。知らねえ、俺みたいな下っ端はただこれをやれって言われるだけだ。参ったぜ。ちょっと状況を整理させてくれ。俺は茜さんに会いにあの家に行った。そしたら茜さんは不在でメイドを名乗る千歳って子がいた。俺は千歳にもてなされたと思ったらどうもはめられたらしく、酒に一服盛られて身ぐるみ剥がされた。全裸で放り出されたもんだから札にパクられちまって、その上他の事件の濡れ衣まで着せられそうになってとんずらこいてるところを桐生さんに助けられた。そんで千歳の手がかりが欲しくて茜さんの家に行ったら、なぜか病が現れて奴も茜さんを探してることが分かった。あとそうだ、思い出した。千歳は茜さんは明日帰るって言ってた。でもさっき家に茜さんはいなかった。理由は分からんが茜さんが追われる身なのは確かだ。家に戻らないのは逃げているからか、もしくは誰かに捕まった。俺たちや病以外にも茜さんを追ってる奴がいるってことですか。そう考えてもおかしくない状況だな。くそ、どうなってんだ。
病みてえな連中に追われてるってんじゃん。放っておくわけにいかねえじゃねえか。だが茜さんを探すにしても今は手がかりがない。今日はもう切り上げだ。お前らしばらくは俺のホテルに泊まるといい。で、いいんすか。いいも悪いも他に当てはねえだろ。それもそうっすね。お世話になります。富澤もそれでいいか。どうせ家にはもう戻れねえ。病が目光らせてるだろうからな。決まりだな。それじゃ行くか。
けてみるか。やったぜ。この鍵を使えばコンテナを開けられるんだな。他にもコンテナを見つけたら鍵使って開けてみっか。I'll be collecting from them. Osha, you go there. Come to the Ikeda! Come on! Ikeda! Take us, guys. Give it your best shot. んじゃねえか。いつでもやれるぜ。Stay in a show, dipshit.Ain't a joke, dipshit. Get wrecked. やんのかこの野郎。行くぜ。
What you looking at? 気合い入れるか。What you looking at?You'll regret it! どうした?行くぜ!ぶちかま!うい!しっ!うわ!行くぜ!ほら来いよ。俺の番だな。うわ!ガンガン行くぜ!待った。はい。喉乾いたな。開けてみるか。開いたぜ。また強くなっちまった。ここまで勘弁してやるよ。だな。
悪くねえ。調子出てきたな。I'll kick you down and... 後悔するなよ。ビビってんのか。よし、上昇上昇。悪くない気分だぜ。これが俺の真骨頂よ。また強くなっちまった。いいホテルっすよね。
落ち着かなくて逆に寝れねえ気がしてきた。Sorry, bud. たく、のんきなやつだな。やられた。あいつスリだ。なんですって？おい、財布返せこの野郎。ああ、待ってやこの野郎。春日、土地勘のない俺らが闇雲に追っても拉致が開かねえ。ばらけて追い込むぞ。リトルジャパンの方はこの時間工事してるから、追い込むなら南のビーチ側だ。よっしゃ、あの野郎をビーチで追い込むぞ。頼みます桐生さん、富澤。分かった。おう、ここは倒産。キルさん、中身確認してください。ああ、助かった。I don't recognize you. Did you come from the mainland? Yeah.Not here. A guy like me won't die of exposure. There's work here, too. At least that's what I heard. Kasuga, そいつを話してやってくれるか。いいんすか。警察に突き出すのも面倒だ。今日はいろいろあったからな。さっさと寝たいんだ。キリュウさんも結構優しいっすよね。もうすんなよ。ほれ、もう行け。ああいう連中は多いのか。地上の楽園なんて言われるけどよ、ハワイやアメリカで一番ホームレスが多いんだ。そのくせ物価はべらぼうに高い。噂じゃアメリカ本土の州が自分とこのホームレスをハワイに誘導してるって話もある。はした金をつかませて地上の楽園ハワイで人生をやり直そうって綺麗事を並べてな。要は自分とこから出た厄介者をこっちに押し付けてるのさ。その結果がさっきみたいなやつだ。地上の楽園、その実態はアメリカの吹きだまりってか。知ってるが、北太平洋には大きく4つの潮の流れがあるんだけどよ、ハワイはその渦の中心にあるんだ。だからそのバカでかい海域に漂うゴミが全部ここに流れ着くのさ。文字通りハワイはゴミが流れ着く場所なんだよ。お情けをかけるのもご結構だけどよ、きっとあいつはまたやるよ。それしか生きる方法がねえんだから。茜さんは10日も前からあの家には帰ってなかった。ああ、大道ジッパーの調べによると、
そういうことらしい。でも千歳はそんなこと一言も。お前をはめたメイドだったな。はい、あの晩も茜さんは明日帰るって言ってたんすよ。そもそもその千歳って女は本当にメイドだったのか。主人の客人、まして実の息子に昏睡強盗なんて仕掛けるわけねえだろう。でもよ、じゃあなんで千歳はあの家にいたんだ。それは知らねえけど。真相は千歳本人に聞いてみるしかねえ。盗まれたままのパスポートの件もある。まずはその千歳って女を探すか。そうっすね。富澤、盗んだパスポートを金に換えるにはどんな手段がある。まあ業者に買い取ってもらうだろうな。業者？盗品を買い取る連中がいるんだ。パスポートの買い取りなら、まあ、あいつだろうな。なんてやつだ。ワイキキストリートでクソまずいタコストラックを出してるジェフって男だ。タコスはあくまで表向きでよ、裏じゃスリやホームレスから盗品を買い取ってんだ。他人のパスポート買い取って何の得になるんだよ。さあな、どっかに横流ししてるんだろ。千歳もそのジェフってのに春日のパスポートを売ったかもしれねえな。かもな。奴の裏稼業には日本人の客も少なくねえ。おかげであいつ日本語ペラペラだ。富澤、今からジェフのところに案内してくれるか。え、今からかよ。ああ、手がかりがあるなら急いだ方がいい。いや、今日はもう無理だ。よりにもよって月曜の夜10時だからな。連中に目つけられたらしまいだ。連中？来てみろ、ちょうど出てきた。なんだあいつら。ハワイのマフィアだ。バラクーダって呼ばれてる。ここら一帯は連中の縄張りだ。組織の規模も新参者の病とは比べ物にならねえ。面白いのは国も人種もごちゃ混ぜなところだ。普通マフィアってのは言語とか人種で固まるもんなんだがな。じゃあなんでバラクーダなんて集団ができたんだ。連中にも共通点がある。ほとんどが元ホームレスらしいんだ。ホームレスになった事情はそれぞれだろうが、その時の無念とか怒りみてえなもんは連中にとっちゃ人種とか言語よりよほど強いつながりなんだろう。月曜の夜から火曜の朝まで奴らはああやって繁華街を練り歩くんだ。ここは俺たちの縄張りだっつう無言なアピールってわけ。盾つくやつが言おうもんなら開きにされる。は？開き？連中を迂回してジェフってやつのところに行けないのか。いや、リスク承知ならいけねえこともねえけど。あ、おい、あそこ見ろ。いくらバラクーダが羽振りいいからって。バカ、
殺されるぞ。くそ、おせっかい野郎が。Around. Show that bitch yeah, right! Yeah, that's how you handle things. Hey, come on, bro. Leave his ass. Ah, shit. あいつは大丈夫なのかよ。おい！ひでえ。マジで開きなのか。連中に見つかったら厄介だ。すぐにここから離れるぞ。急げ！立てるか。行くぞ。あれがバラクーダの見せしめ、通称開きだ。俺も実際見るのは初めてだ。まさかあんなひでえなんてよ。大丈夫か富澤。大きなお世話だ。バラクーダに喧嘩を売って殺されたところで同情するやつはいねえ。警察だってうやむやに処理するだけだ。あんなのが野放しにされてるってのか。触らぬ神にたたりなしってやつだ。日本のヤクザだって扱いは似たようなもんだろう。悪いことは言わねえ。今日はもう引き上げよう。いくらあんたらでも連中丸ごと相手にすんな無茶だろう。あ、分かった。そうか。わかった。体が軽いな。
なんだ一番、寝不足か。ねえ、なんか寝つきは。おいおい、睡眠は基本だぜ。寝られる時にちゃんと寝とけよ。仕方ねえな、これ貸してやるから今夜。なんだよ、睡眠薬とかか。いや、量子力学から紐。どういうこと？てか分厚っお前。ああ、これを読めば1ページ目でぐっすり夢の中だぞ。それなら残りの944ページは持ち歩かなくていい。仲良し。調子出てきたな。アロハ。
調子で。アロハ。だがこっちは気合い入ってんな。道端で人が吐いてんじゃねえか。ここのパフォーマンスは結構歴史があるからな。観光客にも人気のスポットなんだ。へえ、登竜門的なもんか。そういえば偉人町でギター弾いて、それと近いもんなのかも。路上からプロのミュージシャンか。俺らも路上ライブやってみっか。そしてメジャーデビューってか。よっしゃ、俺まずは楽譜の勉強から始め。そこは真面目なんだな。Aloha. Thank you.
Aloha. Thank you. ホットドッグはマジ。ああ、わかる。ポップコーンもだけど。そう。あの雰囲気の中で食うのが最近はホットドッグを食うために見たい映画探して。それ目的と手段がよっしゃいいのか？ちょうどこれ欲しかったんだよ。
いいのか。あ、いいのか。ちょうどこれ欲しかったんだよ。強くなれるだろうな。I'll give you $50 for it.Come on! This is a genuine driver's license. It's got to be worth at least 70. $50, take it or leave it. I doubt someone else would even give you the time of day. Oh, fine, tight ass. Yo, Jeff. Tomizawa ka? 久しぶりだな。観光客から奪ったもんでも売りに来たのか。いや、なんだお前ら。3日前俺のパスポートが盗まれてよ。ここに持ち込んだやつがいなかったか。さあどうだったかな。とぼけねえで教えてくれよ。おいおい富澤、俺がタダで情報を渡すとでも思ってんのか。やっぱダメ。当たり前だ。金用意してこい。そしたら教えてやるよ。ということだから金を用意するしかねえな。いくらくらいあればいいんだ。まあ相場は30ドルってところかな。ねぎればもうちょい負けてくれそうだけど。結構きついな。どっかで金稼がねえとダメか。まあでもあの千歳って子に会うためだ。やるしかねえな。ああ、千歳。おい兄ちゃんたち。え、ずっと話聞いてたんだがよ、あんたらが探してる女は千歳っていうのか。な、ああ、何か知ってるのか。心当たりがあってんだ。もしかしてダンサーっぽい編み込みの髪をした若い美人さんじゃねえか。そうだよそう、そいつに間違いねえ。どこで見たんだおっさん。こいつだよ。これは風俗、デリバリーヘルスとかか。さあホームレスの俺にはよくわかんないが、姉ちゃんといいことができるサービスなんだろう。この前この近くで寝てた時によ、そのチラシ持った男が電話で女を呼んでたんだ。そしたらさっき言った千歳って女がやってきたってわけさ。オーラがある目立つ子でな、目を奪われちまったよ。聞いたところじゃどうやらその店のナンバーワンらしいぞ、その千歳って子。
これは間違いなさそうだな。早速電話してみましょう。おっちゃん、ありがとうね。でも、なんでこんな有益な情報を俺たちにくれるんだよ。同じ日本人としてのよしみさ。あとジェフってやつ、俺は気に食わねえんだ。あいつが儲かるのも尺だからよ。ありがとう、おっちゃん、いいやつだな。いいってことや。うまくいったら今度酒でも恵んでくれや。ああ、何杯でもご馳走してやるよ。じゃ、行きますよ。ああ、Hi, もしもし、ゲリーズラブキャンプです。な、もしもし、チラシを見て電話しまして、女の子を呼びたいんですけど。え？おめでとうございます。お客様は当店の100人目のお客様になります。特別に今回は料金無料でご案内します。運がいいですね。おお、マジか、ありがとうございます。ではお客様、お名前と今いる場所を教えてもらえますか？名前は春日、場所はジェフってやつのタコストラックの近くだな。おお、あの辺りは治安が悪いですからね。さぞやお困りでしょう。え？いや、そんなに困っちゃいないけど。OK! では、うちのキャストの中で飛び切る日まで人気ないやつを一名そちら。え、やだな。てか、お宅の千歳さんでお願いしたいんだけども。千歳をご指名ですね。少々お待ちください。やっぱり運がいいですね、お客様。千歳は一番人気で、いつも予約でいっぱいなんですが、今は運よく予定が空いています。おお、よかった。じゃあ千歳さんでお願いします。かしこまりました。すぐにそちらに向かわせますので、お待ちください。なんだって？千歳で指名できました。今すぐここによこしてくれるって。そうか。だが普通こういうサービスってホテルとかにしか呼べないもんじゃないのか？さあ、どうなんでしょう。待ち合わせ方みたいなやつじゃないですか？外で会って一緒にホテルに行くみたいな、最近そういうのが多いって聞きますけど。ふん、詳しいな。よく利用するのか？いやいや、俺一応ソープで生まれた男ですからね。そのくらいは基礎知識というか教養というか。なるほどな、勉強になるぜ。やめてくださいよ。お待たせしました。お、来たみたいだぞ。どこから？ここです。はい、はやっ。うわ、なんだ。春日様ですか？そうだけどよ。お待たせしました、千歳です。こいつが千歳か。あっさりたどり着けたな。俺たちの作戦勝ちだ。やったな、春日。全然違う。なんだ、こいつじゃないのか？いやいや、全然違いますよ。どうなってんだよ、おっさん。知らねえよ。
じゃねえのかよ。名前千歳だし髪型も似てるんだろ。髪型は確かに一緒だし名前も奇跡的に一緒だけど、なんつうかこんなにパワフルじゃないっつうか。チェンジですか千歳、悲しいです。いや、チェンジとかそういう問題じゃなくて、千歳さんは何も悪くないんですけど。おい、てめえらさっきから騒がしいんだよ。むしゃくしゃするぜ、ぶん殴ってやる。おい春日、話は後だ。まずはこいつらを倒すぞ。はい。あの千歳さん、危ないから下がっていてください。わーい、私が下がる理由はありません。そもそも助けてほしいから私を呼んだのでしょ。え、どういうこと。私はデリバリーヘルプの千歳バスターホームズです。デリバリーヘルプは喧嘩のヘルプをするデリバリーサービスです。喧嘩のヘルプ。おい、俺を無視して喋ってんじゃないよ。ふざけんな、マジで今すぐぶっ殺す。行くぞ春日。はい。ただじゃ済まねえ。よっしゃ行くぜ。どうした？腰抜き野郎が。かかってやがれ。ほら来いよ。相手してやる。引かねえぞ。こいつだ。行くぜ。はい。バリバリハッパー。デリバリー、よろしく。デリバリー頼むぜ。ゴーゴーガンガン行くぜ。しかねえぞ。ほら、なんだこいつら。そしてあの女、強すぎる。さて、とどめです。チェキンとビーフ、お好みは。ごめんなさい。これにて無料キャンペーンは終了です。次からはお金がかかりますが、またのご指名お待ちしてます。おう。それではグッバイ。何だったんだ一体。デリバリーヘルプ、いざという時に金払うと喧嘩の手助けをしてくれるサービスですよ。詳しいな。よく利用するのか。昔ちょっとね。デリバリーヘルプ、まさか偉人町だけでなくハワイでも営業してるなんてな。手広いぜ。千歳は見つからなかったが、千歳と会えたからよしとするか。
お、なんだ。よう。はい。ん？人町にもたくさんいたけど、鶏も多いし、日本とはのんきに外で飯食ってると。桐生さんも鳩に飯取られたりしたん。いや、20匹くらいに囲まれたが、程よい緊張感の朝飯。鳩も桐生さんに睨まれたら。あれ？スコールか。やったぜ。Thank you for stopping. Oh.
one. Any last words? おっしゃ、行くぜ。This is the end.ビビってた。俺の番だな。You're not so tough. Wow. やんのかい。さっさと来い。もらった。ガンガン行くぜ。This'll kill some time. You scared? どうした? You better focus. ガツンと行くぜ! ぶっ飛べ! もう! あっ! あっ! これは何か? Come on! ほら、来いよ! 相手してやる!行くぜ。やっ、うん、やがれ。ぶちかます。受けてみな。命を大事に。回復だ。ありがとうよ。行くぜ。叩き潰す。Ready。俺の番だな。さっさと来い。もらった。放電準備しとけな。ガンガン行くぜ。腰抜き野郎が。ガツンと行くぜ。まだくたばれ。回復だ。相手してやる。よし、行くぜ。放電準備仕掛けな。ぶちかます。俺の番か。ほら来いよ。What's with you? さっさと来い。ほらよ。ありがとうよ。俺の番だな。もらった。放電準備しっかりな。真骨頂よ。準備はできてるぜ。This ain't a sideshow. What's with your face?
Welcome! いただきます。ごちそうさま。Thank you very much. いいコンディションだ。行くぜ行くぜ。ヤシの木からあんな奴が降って世界は広いな。もらった。放電準備。いいな。
俺の番か。Aloha! Thank you! ガキの頃はこういう原っぱでゴロゴロ転がって遊んだな。結構ワンパクだったんだな。怪我と傷だらけだったけど、あの頃は楽しさ優先だ。まあ俺もそんなもんだったかも。俺からしたら今も十分バカやってるように見えるけど。そりゃお互い様さだな。仲良し。気合い入れるか。何でもできそうな気分だ。開けてみるか。やったぜ。エナジードリンクの新しいフレーバーが出て、こっちのエナジードリンクは日本。ああそうかもな。眠い。ただずっと飲んでるとだ慣れる。眠い時に同じフレーバーを、それを飲むと逆に眠く。だから新しいフレーバーが出て喜んでんのはいいんだけど。よっしゃありがとうございま、いらっしゃいませ。ありがとうございま、
What do you want? Hello. 結構強いね。アロハ。No regret. やんのかこの野郎。ぶちかま。行くぜ。手数がいくな。また強くなっちまった。What do you want? No regret. やんのかこの野郎。ガンガン行くぜ。俺の番か。
何でもできそうな気分だ。気合い入れる。全然足りないよ。こんなんじゃ嵐どころかそよ風にも満たない。不安の心どころか俺の髪一本も揺れないぜ。心を一つにして風を。不安の心どころか俺の髪一本も揺れないぜ。でももう腕が限界で、これ以上は厳しいっす。くそ、どうすりゃいいんだ。もっとでかいうちわにすればいいのか。あんたら何やってんだ。え、いや、なんかでかい声が聞こえて、見てみたら必死にうちわで仰いでるからちょっと気になってな。暑いならそんなんで仰ぐより冷房効いてる建物にでも入った方がいいぞ。暑いことは暑いんですが、別に涼んでほしくて仰いでるんじゃなくて、暴風を起こしたいんだ。暴風？ああ、なあ、いえ、なあ、
Run on home tomorrow! やんのか、この野郎。ぶちかます。行くぜ。ポケット。よし。いつでもいいぜ。ガンガン行くぜ。いいコンディションだ。どうした、ナンシー。遊びたくなったのか。まあこういう広いところも久しぶりだし、好きにさせてやるか。つか、あいつ海水って大丈夫なのか。まああの偉人町のドブ川を生き抜いてたわけだし大丈夫か。本人も楽しそうにしてるし。ついうとうとしちまったね。ナンシーは？いた。おい、そろそろ行くぞ。へえ、ずいぶんとキラキラしたヤドカリだな。海も綺麗ならヤドカリも綺麗ってか。おめえもしかして。
しい。これが俺の真骨頂よ。カフェか。いつかまったり階段でコーヒー入れて馴染みの客とだべったり。へえ。なか。一番は割と愛想がいいからホールとちで。俺もカフェの頭か。おう。人脈広げて上。たくちゃっかりしてんな。仲良し。Seriously?